45ジャッジはそのセカンドコールとファーストコールを見比べて変わるっていうこともあり得るわけですよね。そうですね、やはりこの比較して例えばセカンドコールの中央に来る選手、例えばセカンドコールでしたが最後4位、はい、3位、範囲に入るということもありました。はい、まあ、でもあのファンとしてはそういうのがあるとめちゃめちゃ嬉しいですよね。盛り上がりますよね。分かってきたぞっていう、45 and 38 switch please.前回のジャパンプロと比べるとやっぱりそのウエスト周りが改善がやっぱ見られるかなっていう、はい、そうですDedicasi Evelyn untuk Indonesia.